お疲れ様です。8月28日水曜日朝6時の相場回数になります。まあいつもね、動画の撮り始めに、はいって言うでしょう。このはいっていう言葉に対して、えー、どういうことをしてるかっていうとね、ちゃんと音声が入ってるかなーっていうのと、どのぐらいのボリュームで入ってるかなーっていうことの確認なんですよね。プラス自分自身に対してこれから始まるぞーっていうふうな、いわゆる整える時間になってます。多分ね、聞く方も最初に入って っってていいいう風に入ってた方が聞きやすくなななるんじゃないかなと思いますねえね、ー、それではね、今日の相場解説いこうと思いますけども、ご覧いただいているのがまずね、1時間軸になります。えー、っとね、今週の方針としては、基本下落なんですよ。でも、瞬間的に上昇する瞬間はあるよってことで、昨日はその上昇に当たってました。ですんで、倍で取ったわけなんですけども、基本は高値が切り下がっているんで、 セルで取っていく場面でですよねで深夜のうちにこのセルが続いていたところで上昇が終わって移動平均線の下にロウソク足が来てるよねってことも確認できますだからここと同じような捉え方ですねこことこことねその中で移動平均線の上に出てしまうこともたまにあるっていうのが今までの流れから分かりますよねそれと同じことが昨日は起きていたってことになります これを踏まえてちょっとね、冷やしから見ていきますよ。はい、まずは冷やしですけども、えー、っとね、下落がこういうふうに、冷やしの中でも続いてるでしょ。で、ここを破って下にいくかどうかってところが、今週の、まあ、揉めてるところなんですよ。今、143円台に入りましたね。ですんで、これが143円をどんどんクリアして、142円の方向に向かうっていうふうな向きには、 ここを破るとなってくるかなと思いますんで、そこをね、固唾を飲んで見守るってことになります。で、陰線が上髭出しているところが、まだね、未確定ですけども、その前っていうのは下髭を出して急速に上に向かっているところなんですよ。ただ、実体が短いんで、あんまり上の勢いっていうのが強くないっていうのも同時にわかります。ですんで、余計わかりにくいんですよね。えー、今日の冷やしが確定した時に、これが上髭の陰線だったら、 一気にズバッと142円の方向に向かうというふうな期待ができます。全体的にはここをブレイクした後ずーっと下落でしょで、こういうふうな大きな流れがありますんでね。ここから上ってきたのとここから落ちていくのが大体同じところまで来ちゃいましたね。はい、次4時間を見ていきます。4時間も下落トレンドの真っ最中です。昨日1時間では上昇がありましたけども4時間で見ると 下落の真っ最中で一瞬たりとも上昇にはなっていませんってのがわかります。こうやってバランス感覚を見ていってください。だから今週は4時間軸を見ていったわけなんですよ。先週は15分の方を見たでしょなんで下位足をちょこちょこ見ながら1時間を見るのかなんで逆に上位足をちょこちょこ見ながら1時間を見るのかそれについて先週と今週の動画の方でお伝えしてるってことになります。見てない方は少なくとも週間まとめぐらいは ご覧ください次はあ週まままとめねね FX オリの形しか見せせん、ね、すみませんす <laughs>、はい次は1時間ですけども今日は下落が進むんですけども注意しなければならないのがここにゾーンがありますよね下引きが集まって上に修正しようとしている勢いですこういうふうに線を引いてみてくださいあと20ピップソードは下に行くポテンシャルありますですんで今からセルを入れれば大いに 利利ををすするるための、ね、利を稼ぐチャンスはあると思いますこの辺りにですよ。この辺りが利益を取れると思える瞬間です。下下げ圧力がずっと来ててねで。そのまんまもうちょっと下に来るけども、ここで弾かれる可能性が強いわけでしょこのゾーンで。弾かれたら上に行って、含み益が消えちゃうよってことなんですよ。でもこれを突き破ってもっともっと下に行くような勢いになってくれ,ればね。 今入れたセルってのが膨大なあらりを生むっていう、まあ、そんな流れになります。基本は下落です。瞬間的に上昇があったってことになりますね。はい。それを踏まえて今日のトレードに活かしてみてください。基本的にはセルでまとめていくところだと思います。それではまた後ほどお会いしましょう。